こんばんは、よろしくお願いします。おーい。よし。あ、先生、ツリーハウス合宿についてなんですけど、今のところ行こうと思ってるんですけど、文化祭、学祭と被るじゃないですか。おお。で、私、学連に入っていて、そっちでリアルタイム配信とかのはい。役割とかがあって、で、ちょっと今調整中なんですけど、まず可能性として、ツリーハウス行って、その時間だけそれをやるとかもできますか？全然大丈夫。わかりました。ネットも割とそこそこ早いネット回線があるから。ああ、それは安心ですね。いや、なんかでも、ちょっと、ライブがやるみたいな、観客ありとか、いろいろ、どんどん変わってきてて、ギリギリまで、ちょっと迷なるって。ほどね。もう今回行っちゃいたいっていう気持ちを 早なるべめくに終わらせとく。早めに なんか先輩とかが、いっぱいいらっしゃるうちというか、あ、なるほどね。そうかそうか。にっていうのもちょっと、彼の一つですよね。考える要素。了解です。え、来る方法はどうやって来る？今のところ電車でみんな行こうで。かなって思ってます。皆さん、電車じゃないのかな？まあ人それぞれな感じだけど、とりあえず、俺は金曜日の夜に多分出ちゃうけど、金曜日の夜、深夜発で良ければ、八王子駅で拾うことできる。あ、本当ですか？めっちゃで、レいい。ンもそれに乗るか乗らないかまだ悩み中みたいな感じだったああ、から、そまあ、う。何人か、とりあえず2人、2、3人ぐらいは多分スペースあるから。金曜の夜って何時ぐらいですか？多分ね、まあ、終電のちょっと前ぐらいの23時半、八王子、JR 八王子駅前ぐらいな感じか八王子。終点のところか。ああ、なるほど。ああ、行くならそこにぜひ乗せてもらいたい。ん、そうすると、まあ、行きはとりあえず。そうです帰ね。りも、月曜帰りでよければ、それで、また八王子で落とすって感じ。ありがとうございます。ちょっと、明日までには、もし乗せていただけるってことだったら、ご連絡します。OK です。了解です。ありがとうございます。はい。よし。じゃあ、そろそろ。スティーブマネージャー。じゃあ、ちょっと、ね、ズームチャットに今日のレジュメを。よし、画面共有して。
よし。これで画面見えてるかな。じゃあ、今日はタスキングマネージャーのプロジェクト管理の仕方を教えるというところで、一旦 OSM のアカウントを、ハガとオノはどっかに、スラックでいいかな、スラックにちょっと書いておいて。すいません、OSM の OSM のアカウント名。アカウント名、わかりました。俺のアカウントで入っているかな。これでマネージ。AGU のチーム。うん。オーガニゼーション。で、高橋と菊池は入ってるから。今書いてくれた？フースマッパーズ。アカウント名、マチです。今どういう状態？こう反応がないとなかなか。お、何入力してる？これ夏美ね。夏美。なんかチャットなのにすいません。スラックの方に飛ばしてる。あ、スラックでいい。あれ。いや夏美、あ、これか。あ、そうです。これだ。これでいいのかな？これで、はい、夏美。行ったはず。これで羽川は多分メンバー登録終わった感じかな。あと、小野のアカウント名を。OK、しおりピプ。OK、じゃあこれで2人とも、今菊池も、菊池光希も聞いてるから3人登録 OK で、今どういう感じかっていうと、タスキングマネージャーにまずオーガニゼーションとして、古橋の NPO の方ね、クライスマッパージャパンの NPO の、オーガニゼーションの登録を終わって、古橋ラボの登録がなんか、とりあえずちょっとこっちでやってって言われてるから、まあ、そのうち多分古橋ラボのオーガニゼーションも作れると思うんだけど、今、とりあえず使えるクライスマッパージャパンの中に、このチームっていう概念で、ユースマッパーズ AG をとりあえず朝割り振ってるという形です。だから大きくはオーガニゼーション。で、それは今 NPO が登録されてて、その中にチームっていう形で、今4人のメンバーと古橋がマネージャーという形でメンバー登録されてると。で、ここに登録されてるメンバーは多分、もう、プロジェクトを立てられる権限が与えられたと思うので、ちょっと、この状態でちょっとタスキングマネージャーに入って、ログインして、マネージっていうメニューが、これが出てくれば OK です。普段は出てこないです。マネージ。これ出てくる。どう？私出てきませんでした。出てこない。リロードしてもダメ。ログインはしている状態でも。ちょっと画面見て。そっちの画面共有してもらおうか。うん。なんか、アカウント名はそれはさっきと違うの、気のせい、夏美。でもこれ、もうちょっとでも大文字じゃない。うん、大文字じゃないし、T、つが TSU じゃない。うん。ああ、なるほど。ちょっと待って、今気づきました。いや、うん。同一人物だったらいいんだけど。
俺が今登録したのが別人だったらちょっと。そうですね。すみません、ちょっと確認お願いします。ちょっと待って。じゃあちょっともう一回こっちで。おもしおりは行った、マネージ出た？出てこないです。出てこない。何が出てくればいいんでしたっけ？マネージのメニューが出てくればいいはずなんだけど。あ、上に、あ、出てきます。飛行機が出てくるんだ。出てきました。夏美、これ夏美、やっぱり TSU だよね。TSU じゃないってことね。あ、じゃあそれ私じゃない。じゃない、違う人なの。OK。名前変えます。いや、ちょっと待って、混乱するので。あ、とりあえず、うん。今変えるのやめて。わかりました。これか、夏美。で、じゃあちょっとおもしおりの画面を見せてもらおう。はい。うん、それで。どうやって解説、なるほど。なるほど、上級マッパーで、ね、この上、ここら辺に出てくるそうだ、ね、なるほど、すぐに反映されないってことなのかな、うん、ちょっと待って、こっちの設定がまだ必要なのかな、メンバーにそれ以上登録する以外の権限付与はない。もう菊池光希は入ってる。出てきます、ちゃんと。どういうことだ。この辺。今自分の画面、ところで。うん、自分のチームってところを押したときに、ユースマッパーズ AGU で出てきました。なるほど、分かった。マネージャーっていうのに登録する必要なんだ。あ、だから、なるほど。ちょっと待って。これでチームズにも入りつつ、マネージャー登録が必要なんだ。なるほど。だんだん分かってきた。なので、ちょっと待って。2人ともまた、非常に。これでマネージャー登録をする。これでもう一回リロードしてみて。はい。今度はどうだ。出てきました。あ、出てきました。オッケーオッケー。ああ、理解理解。チームに登録するだけじゃなくて、ちゃんとマネージャー登録までしないと、権限が出てこないってことか。オッケー。じゃあ、これでマネージのメニューが見えるようになったということなので、じゃあ、ちょっとその続きを。よし。で、まず、これでマネージのメニューで、とりあえずマネージのメニューをこうクリックすると、プロジェクトのリストがあって、で、上の白い帯の下に、まあ、グレーの帯で、プロジェクトとオーガニゼーションとチームズとスタティスティクスって4つのタブがぶら下がってるのって同じ感じ？同じです。マジ OK。で、そういう意味で言うと、さっきのオーガニゼーションの設定とか、チームズの設定とか、あとスタティスティックとして、作業全体の、まだまあ特にプロジェクト立っててないから、集計されないのが空っぽになってるっていう
ところだけど、プロジェクトのタブを選ぶと、これでマネージプロジェクト、自分でプロジェクトを立てられますよという形で設定できます。で、とりあえず練習なんだけど、プロジェクトって、プロジェクトって、公開しなければ特にこう外から何も見えないので、とりあえず非公開の状態で一回試しに作ってもらおうかなと思います。で、ちょっと作り方を一回まず一通り見せます。で、その後ちょっと自分で一個試しに作ってもらえばというところで、まず New、このプラス New というボタンを押すと、新規にどのエリアのプロジェクトを立てますかっていうことを聞いてくる。で、まあ、地図上で、そうだな、じゃあ、それぞれ違うエリアを担当してもらえばいいので、あれ自分がどこ住んでるのかってかぶってんだっけ。後期は所沢だろ。はい。しおりが、自分の住んでる行政界をちょっと描いてもらうって感じにしようかなと思います。で、画面上で、こう、ディファインエリアとして、ドローというボタンを押すと、自分でこう手で描けるんだけど、こんな感じで。こんな感じで描いたりすることできるんだけど、一回リセットします。今回は、この機能だとそうだね。今回は、手で書くこの画面上で手で書くんじゃなくて、GeoJSON のデータをインポートしてもらうっていうことにちょっと慣れてもらうという、まあそんな感じでやります。で、どうするのかっていうと、行政界って、今これデフォルトがマップボックスか、マップボックスの地図だったり、ヒューマンイタリアンだったり、レイヤーをこう切り替えると、ある程度オープンスレッドマップベースの地図が出てくるんだけど、行政界はちょっと分かりにくいというところが問題です。なので、まあ、古橋がいつもどうしてるのかっていうと、GeoJSON.io、まあ、授業でよく使う GeoJSON.io を割とよく使う、便利なので、これで作ることが多いですよと。で、GeoJSON.io でも同じマップボックスが出てくるので、行政界はよくわからないというところがあります。なので、この背景のデータを国土地理院の白地図モードに切り替えます。で、地理院地図、地理院タイルか。地理院タイルの一覧をちょっと開いてこうって、ちょっとこの辺関連するので。行政界の、行政界、ポリゴン作成するときの、ここはジオジェイソン、はい、でしょ。もう一個はチリーンタイル。白地図でいい。マネージャー登録、タスキング、
チリンタイルの中で、白地図、白地図。この辺に行くないか。標準地図。ないな。じゃあもうずっと。地図、検索する。白地図。そうすると、白地図レイヤーのタイルの URL がここに書いてあるので、これをコピっとく。白地図レイヤーをコピー。タイル URL を。で、GeoJSON.io の、メタメニューから、アットマップレイヤー、これか。アットマップレイヤー。で、タイルの URL を貼る。メタメニュー、アットマップレイヤー。で、OK。キリン、パクチ。こうですね。こうすると、割と縮尺に応じて行政界がはっきり目立つように出てくるというところです。メタメニュー、アットマップレイヤー。メタアットマップレイヤー。で、例えばじゃあ相模原ちょっとこの辺りに相模原でかいな。まあ相模原だったらこんな感じで、もうラフでいいので、この行政界のポリゴンを自分が入力したいと思っている、プロジェクト立てたいと思っているエリアを、もうこんな細かくなすごい。結局、メッシュで切っちゃうから、正確にやっても雑にやっても結果としてはあまり変わらないと。ただ、全域がちゃんと入って、それなりに収まっていればっていう感じかな。まあ、このぐらいのラフさで全然 OK。まあ、こんな感じですね。これ相模原市のポリゴンを手書きでサクッと書いて、で、これをまあセーブして GeoJSON でダウンロードしておくということです。ポリゴンを描き。を描き、ジオ・ジェイソンファイルとして、で、保存したものをタスキングマネージャーの方に戻って、これでセレクトファイルですね。セレクトファイルで、今のジオ・ジェイソンファイルを開けば、ウッと。ローズとリニアストリング。ポリゴン扱いになってない。閉じてない。変なデータがあるのね。これはちょっと、これ俺が良くなかった。今何が起きたかっていうと、多分、これ、この作業やる前のデータが残ってた。だから一回ニューで全部クリアしておいてあげて、これで消えた。多分さっきここに、ちょっとちっちゃな線が1本書いてあったんですね。なのでそれを完全に消してしまった。もう一回。結構前の作業を覚えちゃうから。よいしょ。もう一回、相模原市を。
っていう超ラフに書きました。これでもう一回補足。ジオ・ジェイソンっていう。で、今度余計な線消えたからもう一回セレクト変えて、5番。これでいったと。まあ、こんな感じですね。まず、どこを対象にするかっていう領域を指定してあげるということで、基本的には行政界ごとにやることが多いので、その場合は今みたいに GeoJSON.io とチリンタイルを組み合わせて、それでちょっと簡単にラフにお絵かきをするのが結果として一番楽だったということです。ここに丁寧にやりすぎると時間かかるので、あんまり意味がないというところです。で、NEXT ボタンを押して、あとはメッシュのサイズです。タスクメッシュのサイズを小さくしていきます。どんどんスモーラーボタンを押せば押すだけ小さくなっていく。で、逆にラージャー選べばメッシュが大きくなるという形で、基本的には、一つのマスで一人担当するときに結構量多そうだなっていうのよりはもうちょっと、細かめにしておくと。ただ、まあ、相模原なんか特に緑でも結構あるので、地域、場所によってその建物だったら建物とか道路だったら道路の密度が違うので、全部こう一緒くたに同じメッシュサイズっていうのも現実的ではないというところですね。なので、ほどほどの、今だと3431タスクあるけど、こんなに本当にやるのって言うと、もうちょっと大きくてもいいんじゃないと。でも逆に言うと、山の中じゃなくてこう中央区のすごく建物の多いところは、これだとちょっとでかいよねっていう気もするので、まあ、こういう場合にはどうするかっていうと、もうちょっとこの都市部のところだけ細かくやりたいと思った場合には、ドローエリアトゥースプリットって形で、このエリアは人口多いというか建物多いから、そのエリアだけはこれはさらに小さくしなさいってこう今わかる。この都市部だけはサイズをさらに4分の1にして、で緑のところは、まああんまり住宅も、道路も多くないから、割と大きめのサイズにするということで、こうやってこう住み分ける地域によってそのメッシュのタスクの細かさをこう切り分けるってこともできたりします。でこれは今一回リセットかけて。一個一個手でこうやってこれとこれとこれみたいなこういう感じで分化することもできます。ただめんどくさいんで、だいたい古橋の場合はドローエリアって形でこの辺も全部細かくするってまっすぐポリゴン描いて分割しちゃうという形ですね。で、まあ、これで OK って形になれば今これで1197、まあ、約200のタスクメッシュがありますよということで、NEXT。でトリムっていう機能は、今、地理地図をなぞったポリゴンのこの、エリアの中に、まあ、少しでも引っかかるものを、採用しますよという形でこうフィルターをかけるっていう、まあ、切り取りですね。これで、トリムってボタンを押すとこんな感じで引っかかるメッシュが全部引っかからなかったメッシュは消えるってでトリムのこのスライダーバーをオンにしてもう一回トリムにするとこう飛び出している部分も全部消してくれるという形でこうすると、余計な部分はないんだけど、逆にすごくちっちゃな三角形が出てきたりっていうので、まあ、どっちがいいかっていうのは人それぞれですね。古橋は割とこのトリムは、スライダーバー、厳密にエリアを切り取るというよりも、まあ、メッシュ単位で切り取るというやり方の方が好きです。まあ、この辺も好みです。で、あとクリエイトした、まあボタンを押して、今度は名前を付けていくというところです。で、災害時の、プロジェクトの名前の付け方なんだけど、
まあ、災害時だからやっぱり、あれだな、NPO の、大体テンプレートを作ってるので、マッピングの、今まではこんな感じで命名規則を作ってた。ちょっとこの辺は、まあ、後で要相談って感じかな。プロジェクト、作成の詳細。災害時のプロジェクト詳細メモ。基本的にはこの、クライスマッパージャパンのマッピングのリポジトリの中のイシューに、それぞれ、古橋が建てた時の、例えば台風ハギリス2019年の時とか、2020年の球磨川とか、で、多少まだ書き方に触れがあるんだけど、今年の2月の福島の地震の時には、こんな感じで日付があってマグニチュード 7.3 のアースクエイクがあって、でまあ、福島の周辺だよみたいな、そんな書き方をしていたりするというところですね。どっちにしても、英語と日本語の両方の表記が必要になるので、必要な情報をこうやってこう整理しておいて、でマークダウンで書いておいて、このままピトッと貼れるようにしておくという形にしています。なので、基本的にこう好き勝手に作るというよりも、ちゃんとルールを守ってやっていくってやり方にしないと統一感が崩れてくるというところですね。なので、まあ、とりあえず、ちょっと福島の例を真似て、名前、まあ、仮にアースクエイク、2030年とかした。で、ビルディングマッピング。相模原。こんな感じで名前をつける。でオーガニゼーション、ここですね。オーガニゼーションのところが、多分皆さんは、プライスマッパージャパンが選べるはずです。で、とりあえず英語表記の名前を書く。あとで日本語表記も書きます。練習用の書いておこう。重要リポジトリ。プロジェクト。練習用。ちょっとこの辺に方へ、まいただこう。プロジェクトネーム、一旦これにしときますよ、というところですね。で、オーガニゼーションをクライシスマッパージャパンにすると。やるとやってマニュアルを作っていく。では、
くない。でクリエイトしますと。こうすると対象エリアがまず定義されて、そのプロジェクト名が決まると。で、ステータスは今ドラフトになっているので、これあのドラフトのままで、練習用なので、パブリッシュしちゃうとあのみんなが見えちゃいます。アーカイブも同じですね。はい、なので、ドラフトのままでいいです。最後完成して公開したい場合には、最後パブリッシュにすると。ディスクリプションの項目。ドラフトと。で、プライオリティ、これが優先順位ですね。アージェント、ハイ、ミディアム、ローっていう形で、とりあえずまあミディアムでいいかな。で、アージェントは、大きな災害が起きたときに、例えば日本で激甚災害クラスが来たときに、日本中のこう被災地を全部、一個一個全部プロジェクトに立てちゃうと、アージェントが多すぎる。って怒られるので、同じタイミングで一つの国からは1個しか、アージェント選べないと。だからそれ以外ははい。今もしもう本当にみんなに声かけるんだったらはいみたいな形にして、まあ、それ以外の普段ちょっと練習用とか、災害時じゃない平時運用みたいな形だとミディアムとかの方がいいと思ってます。で、名前はこうつきましたよと。で、名前はデフォルト英語になってるけど、日本語の、まあ、多言語化もある程度できて、まあ、自分で訳すんだけど、日本語は JA ってボタンを切り替えると、日本語表記もここで書くことができますよということですね。自身、温度7.1。日本語的でいいんだよな。逆に高まるって相模原市。例えば、まあ、これも後で要調整かな。日本語名つきました。だ日本語以外の言語、イタリア語も入れられるとか、ね、韓国語もとかって形で、あの多言語にしておくと、それだけ、中のドキュメントを読める人が増えてくるので、いいんだけど、まああの、立ち上げにはちょっと時間がかかるので、ある程度のこう
まあ、英語と日本語があればとりあえずいいかなと。ですね。で、ショートディスクリプション。短い説明書きと。ショートディスクリプションに関しては、この辺か。ちょっとこの辺コピーっておくけど、大体一般的に、まあ、どんなことが起きて、大体まあ、今、ウィキペディアとかも大きな作業があると、すぐそのページが作られるので、まあ、ちょっと英語で説明をしておきつつ、これも後で、日本語を追加するみたいなこともできます。で、書き方はマークダウンなので、マークダウンの書き方でこれリンク埋め込んだりとか、箇条書き使ったり、タイトル使ったりというのは全てチェックできます。いずれにしてもショートディスクリプションはもう短め。にプロジェクトのリストを並べたときに、まあ、目につくように表示してくれるという形で、あんまり分量多くても、邪魔になるだけですね。で、むしろ詳細に関しては、その下のディスクリプションですね。を中にちゃんと これはだから、ディスクリプションって大枠の中のさらに細かいディスクリプションとして、好きに書いていい。で、これは、さっきのショートディスクリプションにもうちょっとまあ細かく書いてあげるということで、まあ、この辺は今のところまだ結構古橋がなんか雰囲気でちょっと説明出したりとか、それこそ、こういう図をね、入れて差し込んだりとか。なので、プレビューはまあなるべくもこの辺短めにパッと見れるような形で、ディスクリプションに関してはかなりじっくりドキュメント書いて、まあ、本当にこのプロジェクトがどれだけ必要なのかってことをまあ説明すると。で、どうも、これこれこんな被害があったんじゃないかというようなところをマークダウンで整理しておけば。ですね、でプレビューチェックして、であと、デューデートはいつまで、このプロジェクトを生かしておくかっていうので、もうずっと残す場には空欄ですね。で、例えば、授業で使っている場合には、年度区切りで来年の3月31日で終わりみたいな形で、日付を設定しておけば、練習用なので3月末にしておこうか。今年度中にこれは終わらせますよみたいな形の、定義ですね。こんな、説明。ちょっとあとざっといきます。これで、OK。ディスクリプションの欄 OK。あとインストラクションで、ここにチェンジセットのコメントですね。この辺もいろいろ試行錯誤して、チェンジセットコメント、こんな感じですね。ビルディングマッピング、これだとどこどこタウンで、建物をマッピングしてますよとか。これでももう、最初のタスキングマネージャーの番号は自動的に割り振られるので、それ以外のタスクはちょっと
な感じですね。マークダウン。相模、神原。練習用。インストラクションですか。インストラクションズの項目として。こんな感じでもう自分が何書いたかっていうのをなるべく GitHub のマークダウンで保存しておくとすごい楽。チェンジセットコメント。チェンジセットコメントのデフォルトのパターン、まあ、ここに入力しておけば、タスクやってる最中に保存すると自動的にこのチェンジセットコメントが流し込まれるっていう仕組みになってます。あと、詳細の、作業方法ですね、インストラクションを書いておいてねと言われるので。よし、こんな感じかな。まあ今、これ、とりあえずテンプレートで書いてるけど、まあ何書いてる？あ、ちゃんとコピーしなかった。あ、入ってるね。はい、割と多いのは、地輪、国土地輪のシームレス空中写真を、まず優先で使ってねと。で、まあ細かいから。で、あと水平方向の精度がいいよということですね。あと MAXA プレミアムも新しいデータよく提供してくれるから、まあ、それをに切り替えるっていうのも可能だよ、おすすめだよということですね。国土地理院のデータはちょっと古いということです。で、あと、でも、MAXA のプレミアムイメージャリーに関しては、位置があんまり正確じゃないから、ちゃんと、アジャストしてねと。should be adjust という形で、位置を補正してねということが書いてある。と、細かな、インストラクションですね。が書いてあると。画像も埋め込んだこと、こんな感じで、ね。そこで、しかもアニメーションジフで動画で見れるみたいな。ね、それぞれ英語表記と日本語表記とやっぱ同じように入力することができます。まあ、この辺も、必要な要素を準備できていればもうサクサクと。で逆にこれゼロから考え出すと結構時間かかるので、まあ、こういうテンプレートを作っておくっていうのは結構。
よし、それで、あと、タスク始める前の簡単な説明みたいなものも入れられたりします。まあ、この辺、特に、セットプレイの方入れてなかったな。はいはい。まあ、これなくても大丈夫なので、ちょっと今日はストップスキップしますね。メタデータ。よ。メタデータは、結構ね、いい時間。ああ、あれだな。テンポよく変えたらな。っていう感じでっていうので、ちょっと、まあ、マッパーレベルに関しては、まあ、ユースマッパーズで作る場合には、基本ビギナーだな。インターミディエート・アドバンストは、ある程度スキルのある人たちだけで、やりたいときに使いますけど、よいしょ。ちょっとざっと口頭で説明しよう。多分、手動かしてやった方がいいと思うんで。この後ちょっと一旦全部説明し終わったら実際作ってもらいます。今回建物だけでいいかビルディングか、ロードかビルディングかウォーターウェイかという形でいくつかジャンル何をマッピングするのか選べます。あと ID エディターそのもののその地物のエディター入力したものを建物だったり道路だったりって定義をするのを、ある程度もうメニューを狭めて、ビルディングイコールイエスですね、ビルディングのみとか、ビルディングと、のレジデンシャル、住宅街みたいな形でこう制限、入力できる情報に制限をかけるとプリセットをすることができます。今回プリセットなしでいます。オーガニゼーションは CA、クライスマタジャパンで OK。キャンペーンは、何か大きな災害があると、こういわゆるキャンペーン名を入力するので、まあ、よく使うのはドローンバードのプロジェクトですよみたいな感じで、ドローンバードのプロジェクト、キャンペーンっていうものを、与えることができます。まあ、とりあえずちょっとこれは今回、キャンペーンとしてはドローンバードにしてみましょう。あと、まあ、カテゴリーとして、例えば、どんなジャンルのプロジェクトなのかっていうところで、まあ、よくあるのはディザスターレスポンスとか、まあ、プレパードですか。等々が選ばれるんだけど、まあ、必要に応じてこれ全部オンオフ、これとこれとか、ちょっとまあ農業にも関わりそうとか、まあこの辺いろいろですね。とりあえず、この2つぐらいかな。はい、OSM チャは前回やったんだけど、OSM チャのフィルターの ID をここで登録するっていうこともできます。でそうすると、OSM チャの方で、この作業だけの、フィルターをかけて、どんなことやってるのかチェックができますということですね。はい、あと、プライオリティエリアは、相模原市の中の全域じゃなくて、やっぱり中央区の駅の前あたりが欲しい、特にやってほしいと思ったら、プライオリティエリアでドローポリゴンして、この辺が特に優先度高いよみたいな形で、こう描いておくことができます。でイメージあり、デフォルトでどのレイヤーを、タスク始めるときにどの背景をデフォルトにするかっていうので、まあ、マクサのプレミアムにするか、まあ、ビングにするか、あとカスタムで、まあ、国土地理ですね。日本の国内だとやっぱり、国土地理の地理タイルの、空中写真。シームレスの全国最新写真。最新って言ってもあんまりそんな早く、最近ではないと思いますけども、こんな感じで地理院地図のリンク、タイル URL を貼っておくということは結構重要です。メジャーリー。
で、よいしょ。まあ、タイルの UL 貼りました。セレクトライセンスも特に、まあ、CC by、チリンの場合には CC by 4.0 の OSM パーミッション、OSM にもなぞっていいよという設定ですね。まあ、これがよく使う。あと、イメージアリー終わったので、パーミッション。誰でも参加できるのか。もしくは、アドバンストとかインターミディエートの経験者のみの場合はこっち。まあ、大体基本的には新人も含めて、誰でも参加できるような感じ。もしくは、ユースマッパーだけでやりたい場合は、オンリーチームメンバーっていうこともできたりします。まあ、ここは、あと、マッピングとバリデーションで分けたりとかね。で、チームもしフィルターする場合には、このチームのみということで、ここに、ユースマッパーズ、はい。大津のチームを置きました。チーム図の中に。ユースマッパーズ AGU のチームのはずなのに、ここに。まだ登録し、ここにセレクトチーム。あ、いた。ここか。ここ、あ、そっか、こっちはフィルター、あれか。オーガニゼーション。これでクライシスマッパーズ、ジャパンにして、で、チームとしてユースマッパーズを選ぶ。あ、こういうことか。で、マッパーかバリデーターかマネージャーかで、みんな一応マネージャーだけど、マッパーと。ああ、なるほど、なるほど、分かってきた。というフィルターもかけられるということですね。まあ、とりあえず、フィルターかけるに。あと、プライベート、外に見えないような形にするのか、それとも公開型のプロジェクトにするのかというところですね。あと、セッティングは ID エディターと JSN の、まあ、2つが大体よく使うので、まあ、この2つ。をチェックしてればいいです。フォトラッチはちょっと古いエディターですね。あと、フィールドペーパーの紙地図を使うやつですね。はい、あと、デフォルトの言語は、日本人だけで作業するっていうんであれば、これ日本語にしとけばいいんですけど、まあ、グローバルに頼ると、やっぱり英語にしとけばいい。しといた方が、まあ、無難というところですね。あと、管理者としては全員、参加してくれた人、コントリビューター全員にこう、例えば お礼のメッセージを送るとか、そういうメッセージを送る機能とか、まあ、いろいろこうやりますというところですね。はい、ざっと説明しました。じゃあ、今説明をした感じで、あ、で、そうです。で、今入力大体終わったとしたら、これでセーブして、でそうすると、プロジェクトがアップデートしましたよというので、アクセスプロジェクトページに飛ぶと、今、ドラフトで、まだ公開はしてない状態ですけど、相模原のこうやってタスクが。立ち上がりますよという形です。はい。じゃあちょっと、もう残り、おお、10時だ。はい。1個、試しに作ってみて、それをみんなで見せ合って終わりにしましょう。で、ちょっとざっとメモしておいたけど、この、メモをちょっと頼りにコピペしてピッピッピッと。ちょっと誰かの画面見せてもらうかな。参考に。手が上がらない。じゃあとりあえずハガからいくか。はい、わかりました。見せてもらってちょっと作ってもらっていい？はい。ちょっと。多分私かなり時間かかりますけど大丈夫ですか？大丈夫、もう突っ込み入れる。これで、あ、ぜひ入れてください。最初、ジョージエソン IO で。これが、ちょっと、どうしようか。ちょっと打ち込む。ジョージエソン IO って入力した方が早いと思った。そうですね。言われるところに。で、これで。うんうん、で、そこに、チリン地図の、いや、チリン地図の。別でですよね。うん、そう、別タブで
白地図のタイル URL をゲットすると。地輪タイルって検索するのたび。地輪タイル。地輪タイルってやると、地輪タイルの一覧ページが出てくるっていうか。地輪タイルで出てくるのは国土地図。そう。地輪のタイル一覧。そこから。そこから。そこでも、コマ、コントロール F して、コントロール F。コントロール F。もしくはアップ、コマンド F。Mac だったらコマンド F。コマンド F、はい。コマンド F、F 何ですか？ん？あ、違う、ごめんなさい。大丈夫。コマンド F で白地図。あ、そうそう、そこに白地図って打つ。で、エンターすると、そこに取って。この、そう、その URL をコピール。コピール。でこっちに持ってきて、そうそうそう、ここにメタメニュー、メタだ、メタで、それからアッドマップレイヤーでそこにペーストして OK、 そう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 、これでレイヤーの白地図って、これで何も起きない。ほう、もう一回やっズームしてみて、うん、あ、ズーム多分ズームレイヤー、ズームレベルが、あ、ありがとう、はい、待ってましたね、はい、で自分の住んでる町を、はい、羽川横浜なので、浜、横浜市を、はい、これです、ね、うん、そうそう、でラフにポリゴンで、そう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 、これで、うん、でもあのデジパじゃないや、あの埋立はもう全部まとめて海側のところを適当に取っちゃう。え、全部含めるってことですか？含めちゃっていいです。で、海に、うん、海の。この辺までってことですね。そんな感じ、そんなぐらい。OK、OK、それでいいと。そう、はい、で、うん、で、セーブで、ジオ・ジェイソン。ああ、今 GitHub を押したな。あ、嘘。今 GitHub のアカウントのオーセンティフィケーション走ってる。どうしたらいいですか？待つしかない。これはもうエラーって返ってくるから。まあ他の2人も同時並行でどんどんやってもらえばって感じで。先生。はいはい。あのメタを押して、アットマップレイヤーを押して、うん、レイヤーの URL を入れた後に、レイヤーネームで白地図って漢字ですか？漢字、うん、漢字でいいんじゃない？なんか何でもいいんだけど、特に自分が分かればいいって感じ。あ、はい。エラー返ってこないね。時間かかってます。うん、ちょっと待てなければ、それリロードしちゃってもいいかな。ブラウザの画面、そこをリロードで。あ、最初から。いや、あってね。まあ、そうだね。それは。アントマープレイヤー。うん。で、そこ結局、うん、それでもう一回。で、今度は。いや、もう決まってない。確定してない。よいしょ。ダブルクリックで閉じる。よし。で、ここの。そう、ジオジェイソンを選ぶ。選ぶ。うん。なるほど。で、これがいったら、こっちに戻って。はい。ファイルの選択で、今ダウンロードした。これか。それだ。それをアップロードして、お、認識する、来た、しばらく待つと、OK、はい、そのまま次へ、で次へで分割するエリア、うん、で縮小をどんどんしてって、横浜結構どこもあれですよね、縮小、あ、うん、左上の操作縮小で、今16個しか、うん、これが今56192
まあ、それって普通どんぐらい、これだと小さすぎますか？いや、その町にとか何を入力するかによるんだよね。建物なのか道路なのか、それとももっと違うものなのか。あと、やっぱりちょっとした時間で作業してもらうものなのか、それともがっつりもうここにコミットしてもらうこと前提でちょっと大きめにするかとか、そこのさじ加減は必ずしもこう一つの答えじゃないっていう、うん、個人的にはもうこのぐらい、もう一個ぐらいちっちゃい方が、横浜は建物が多いので、うんうん、あれかなって思いますけど、じゃあちょっととりあえずこれ1万1000で、ね、うん、じゃあめっちゃそう、逆にこうするとさ、ただ海とかって無駄なところがいっぱいできるわけよ、はい、そうですね、うん、だからそう粗くしといて、でさらにそう分化するエリアを描画で町のところだけちょっと細かくするっていう方がやっぱり、なるほど、無駄なタスクが生まれないんでね。そうそうそう、こうなんだっけ、押すんでしたっけ、そう、それを押して、でこれを押してポリゴンを書けば、そのポリゴンに引っかかってくるメッシュが分化される。まあ、実際にまあ横浜全域をやるってのはあんまりないと思うんだけど。そうですね。でもまあ、試してみると。ダメだった。マジで、とりあえずこれで次へ。はいはい。次へ。で、これで。トリムを、もうそのままトリムしちゃった方がいい。ここで大丈夫ですか？うん、それで。そうすると、今なんかトリムも生きていく。まあいいや。これなんか一個作っちゃって。ポリゴン書いた後のダブルクリックの確定が多分苦手なんだな。ああ、うん、だからまだ作業中のまま生きる、そのポリゴンが生き残っちゃう。これ消したいときは普通に削除でいいんですか？うん、削除で、今でも画面がもう移動しちゃったから、だけど。前に戻っ、うん、エスケープキーで確定。エスケープキー。うん、エスケープキー。キーボードの左上にあるキーボードなんか。ESC っていうキーは聞かない、はい、聞かない。あれ、押したらこうなっちゃいました。うんうん、なるほど。明日戻ったのか、1個。そうです。うん。これどこ押してないの？とりあえずダブルクリックでどっか確定させちゃう。確定これでしました、うん、今。あ、しましたね。で、1回リセットかけちゃって、もう1回。はい。納得いく形で、うん、とりあえず2つぐらい縮小しておいて、うん、で分割するエリアを描画で、でここで押してから、うん、これダブルクリックして、でダブルクリック、そしたらもうそれで今できたってことですか？そう、そういうこと。ダブルクリックで確定。この感触はもうタスキングマネージャーに限らず、大体多くのこうポリゴンを描くやつは大体同じようなインターフェース。わかりました。これで次へ行っちゃう。次へ行って、これを取りした。これできたってことですか？いや、取りもされてないね、これ。これがなってないから、いや関係ない、それは俺はあまり好きじゃない、うん、もうでも消えないね、トリムされないね、そうです、ポリゴン数が多すぎな、ちょっと拡大してみて、ズームしてみて、うん、消えてないと思います、消えてないね、処理が完了してない。処理中なのかな。ここの手応え感はちょっと。でもこのままだとそんな時間かかんないと思うんだけど。一回前に戻ってもらっていい？はい。でもう一回次に行って、でトリムボタンも一個押す。有効にならない。じゃあそのスライダーをあの。オンにしてみ、オンにしてみようか。オンにしてみて。もう一回トリムしてみて。それ聞くの。
これも聞かない。ならない。なんかちょっと、この挙動は消せないな。なるほど。ちょっとじゃあ前に戻って。はい。一回リセットして。リセットして。リセットも効かない。リセットが効かない。重いのかな。いや、リセットすることはそんな重くないはずなんだけど。ブラウザー自体がなんか変な挙動になってるってこと。今これ、Chrome? Edge? サファリか。サファリでした。サファリか。Chrome の方がこういう時はいいんですか？いや、なんとも言えないけど、変な挙動してると大体ブラウザー切り替えた方が安心だったりはするっていうぐらいだけど。これ今 URL でそのまま Chrome で開いたら同じページになります。いや、ならないね。私一からやり直し。まあでもジョージエさんあるから、まあそんなに難しくはないけど。でもリセット効かないんだよね、今。効かないですね。あのね、ちょっとじゃあコピーして、その URL コピーして、Chrome に貼って、はい、そっちでちゃんと動くのっていう。どっか。あ、そうだ、なんかこれ私、ちょっと今、Firefox。うん、でやりますけど、クロームが入らないんですよね、私のこの。これ。入らない。そうなんですよ。アップデートがちゃんとできてないのか分かんないんですけど。ちなみに、他の2人は進捗どこまで行ってるのか、ちょっと報告。できた？全然できてないです。あ、どこまで行った？あのレイヤーネームを、レイヤーネームをなんか白地図ってやったらなんかあのエラーみたいなのが起きて、あ、まだジオジェイソンのジオジェイソン用でポリゴン書いてるところ。あの白地図って入力したらエラーが起きるんですよ。どんなエラーが起きてる？エラーメッセージ。地図が見えるところが、なんか地図のヘルプページをご確認くださいみたいな風に。ちょっとそっちの画面をちょっと見せてもらっていいですか？はがは多分きっと。切ります。はい。クロームなり、ブラウザー切り替えてる。ちょっとしおりの画面を見ながら、はい、うん、あ、間違えた、なんかこんな画面になって、はいはいはい、タイルの、はいはい、まず、そのリーディングリストの左側のバーはあの邪魔だから閉じちゃって、リーディングリスト消しちゃって、はい、うん、で、それも、うん、右側の GeoJSON の JSON の、文字も、コードももう邪魔なので、JSON のその左側の三角、黒い三角、それ、うん、それで OK。で、一回右下の白地図のチェック外して、一回右下の白地図チェック外す。日本拡大して、うん、ズームレベルが低すぎるので、日本の拡大の仕方なんだけど、はい、シフトキーボードでシフトキーを押しながら、四角形レクタングルを、描く、左上から右下にかけてなぞるって感じでやってみて、そう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 、今わかった、はい、何が起きたか、シフトキーを押しながら四角形描くと、はい、その描いた四角形にズームする、おー、これって結構もう、はい、ウェブ地図の中では常識のインターフェースなんだけど、気づいてる人と気づいてない人がいるので、はい、これ一輪地図でも、まあ、大体マップボックスでも大体この機能が使える。Google マップとか使えないんだけど、うん、マップもそうなので、うん。ありがとうございます。そう、いちいちこう画面の右上のプラスボタンとか押すのとかってちょっとかっこいいから、
はい、うん、こんな感じで、はい、で、白地図チェックをオンにすると、うん、もうちょっとそれオフにしてもう一回もうちょい拡大してみようか。はい、拡大です。ちょっと感じ。あれ？ああはい。なるほどね。URL ちょっと URL をちょっと見せて。メタメニュー、メタメニュー。あ、メタメニューのタイル URL。そうそうそう。あとそう、あとまに。あ、もう一回貼り直しか。ちょっと貼って、はい、貼ってみて。これが違う。文字列が違うな。そもそも。チリンタイルのページ、もう一回見、ああ、うん、うん、それで白地図。いや、そこじゃなくて、コントロール V、あ、F、コントロール F かコマンド F で、キーボードで、コマンド F か、これ今 Mac だよね。Mac だとコマンド F。コマンド F。そう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 、そこで白地図って打つ。はい。そうすると、このページの中の文字検索ができる。そう、それです。で、その、そっか、そうそうそう。うん。コピーして。で、は、そう。で、白地図と。はい、あー、できた。で、何が起きてたのかっていうと、多分、カッコの文字、URL のコードに変換されたものをコピーしてたっていう。どこからコピーしたのかちょっと分かんないけど。あの GitHub からコピーしました。うん、それを多分リンクをコピーしたんです。あ、はいはいはい。じゃなくて文字列としてコピーしないと、ああ、なるほど。まだね、はい、リンクとして使っちゃったと。そうそう。なるほど。はい、うん、はい、OK。これで。これでいいんですかね。これはこのままで、うん、自分の住んでるところをまず一応 JSON-IO でポリゴンを書く。どうしたらいいんですか？ポリゴンを書く。その行政界のポリゴンを自分でラフに書く。あ、これですか？その上だね。それ。それ。で、なるべく、藤沢を今書いてるんだよね。はい。あ、全部です。藤沢の行政界。行政界って分かる。行政を区切っている線、境界。リサーシを、囲む感じで、ね、こういうことですか？そういうこと。そうそう。そこまで細かくやらなくていい。あ、はい、もちろんでいい、うん。そうそうそう。では、全部を囲む感じ。そう。多少多めに取っておいた方がいいって感じ。かけないようにしておけば。OK、OK。そうそう。はい、そこでそれラフすぎだ。まあいいや。はい、はい。で、そしたら上のセーブメニューから GeoJSON で保存すると。セーブメニューから GeoJSON メニューで。で、これに戻る。今ダウンロードされたかな、うん、?OK。はい。そしたらファイルの選択で、今ダウンロードした GeoJSON ファイルを選択する。した。した？もうちょい下。ファイルの選択。はあ、どれだっけ？もっと下。もうちょい右下。今の顔さん。もうちょい下。ありました？ファイルの選択って、今、顔さんの下。あ、これ？違う。もう下。もうちょい下。
こっちで見てる画面と多分同じだと思うんだけど。今、行き過ぎ。ストップ。もうちょい、あと2行したぐらい。それ、ファイルの選択。あ、これ、うん、え？ファイルの選択じゃない？違う？こっちの見てるのと、なんかちょっと違うのかな？今、タスキングマネージャーの画面が出てるよね。あ、はい。その上に、なんか違うやつ開いてます。まず、タスキングマネージャーの、クリエイトニュープロジェクトのページだけ表示しておいてくれればいいんだけど。はい。うん、これで、うん、ファイルの選択ボタンを押す。はい、押して。で、GeoJSON ファイルを選択する。ズームで見ると多分なんかちょっと違う挙動が見えてる。え、ちょっと待って、どこにあるか分かんない。ジョージエソンファイルの置き場所？はい。ダウンロードのフォルダに多分あると思う。あ、これか。ああ、今ダウンロードしてるのかな。いや、もうダウンロード一瞬で終わってるはず。一瞬で終わってる。はい、クロー。エクスプローラー見せて、ファインダーか、ファインダー見せて、ファインダー。ファインダー。ファインダー。Mac のファインダー。ダウンロード。今多分あれかな、画面の共有がブラウザーだけになってる、もしかして。あ、はい。デスクトップ全体でファインをもう一回共有し直してもらって、ファインダーを見せて。はい。画面共有一回外して。外して。うん、でもう一回画面の共有で、このデスクトップ全体にして、で、ファインダーを表示した状態で、あ、そうそうそう、見えた見えた。それでダウンロードリストを表示にして、リスト表示って上のアイコン の, あのボタンが左か2番目。もうちょい左。もうちょい。もうちょい。そこ。それ。マップドット GeoJSON で上一番上にあるし、今。それが GeoJSON ファイル。これをそこにあることを確認して、はい、もう一回、今度、タスキングマネージャーの方のブラウザを見て、うん、それでファイルの選択をもう一回して、うん、で、ダウンロードホルダーの、まあ、そのリスト表示になっているのと同じように出したいんだけど、だから左上の、その、左上、もうちょい、ああ、いた。ありました。った。で、今度もブラウザー最大化しちゃって。で、地図の方をちょっとワイドにして、多分読み込まれてるはずなんだけどな。次へ。いや、地図の方で確認してほしい。地図のスケール縮尺を変えて、もっと、今、鹿児島になってる。移転してる、横浜に行ってください。横浜じゃない、違う、藤沢か、藤沢に。しかも。ここら辺？藤沢のあたりに、じゃあ、さっきのポリゴが出てれば OK。富士だな。富士山じゃない。あ、いた。富士山。出てるかな？じゃあ次で。はい。出てる。はい。はい、次で。で、縮小して、適当なサイズまで縮小して。はい。はい。で、次へで。で、トリムして。OK。で、次へ。で名前をつけると。で名前は適当というか、さっきの古橋のテンプレをそのままコピーしていいです。で行政会の名前だけ。あ、タブがどっか行ってる。もう一回 GitHub から。あ、はい。
あれ？あ、それそれそれ。それで、そっから、うん、その上の、うん、これですかね。うん、それコピーっていいです。コピーして。で、組織を、うん、クライスマッパージャパンに選択と。で、作成。で、下で、中 で、米印ついてるところは全部入力しないといけないから、とりあえずプロジェクト名、概略、概略もさっきの GitHub のところにテンプレが貼ってあるから、そう、ショートディスクリプション。あ、これですかね。うん、OK。で、下に説明、それがディスクリプションか。うん、ディスクリプション。うん、OK。で、期限を3月31日にしとくと。あ、2000、そうか、2030年とかしてたか。まあいいや。うん、3月31日とか。2030年2030年、うん、とりあえず、うん、なんかそんな、どこまで、いや、そんな上限あったんだ。2031年までなんだね。上限なんだ、ラスキーマネージャーって。これ、これ、適当で大丈夫ですか？適当で大丈夫。あ、ドラフトだから、どっちにしても。で、保存。いや、あと、まあ、保存してもいいけど、保存し、じゃあ一回保存しよう。保存して。で、うん、あ、でまだね、詳細入れろって言っている。あ、はい。だから、まだ、もう一度メタデータ入れないとだ、ね。あ、これですか？いや、違う。上で。上で、うん。今度、マッピング方法解説、左上の。あ、はい。あー、ここか。で、ここ。全部、詳しい説明が入ってなかったから、入れろって怒られた。なるほど。うん、これがディティールドインストラクション、それだね。それをコピー。そうで、タスク、まあ、これはもう空っぽ、これ必須じゃないから、タスク空っぽでいいです。で、また左のこのメタデータで、まあ、道路、建物とかチェック入れて、うん。で、ID、まあ、そのプリセットは多分、とりあえずいらないかな。はい。うん、結構、そのプリセットしちゃうと、他の作業ができなくなっちゃうから、あ、俺はね、あんまり好きじゃない。で、キャンペーン選択で、ドロンバーって入れといて。あ、はい、あ、DR だ。DR。ドロンバード、そう、上から2番目。はい。OK。で、ディザスターレスポンスと、ディザスタープリペ、プリペアドレス。うん。チェック入れといて、OK。それで、あと、優先エリア。富士山の中心部、ちょっと優先エリア。ポリゴンで書いてみて、うん、はい、優先どの辺を優先してほしいか伝えるみたいな。なるほど。湘南台ができないか。ね、うん、ピンポイントで。で、あと、これであとか、うん、いや、セレクトバックしなくて。おいで、次、画像。画像。左側の画像の。あ、はい。で、そこでセレクトイメージャリーでカスタムにして。カスタム。うん、で、国土地、さっきのチリンタイルから今度、あの、シームレス空中写真から。こうシームレス、うん。それだ。そのタイル URL をまたコピーすると。コピーして、貼ると。えっ、ー、とね、全、いや、
今のはちょっと貼り方が最初が失敗してるはず。うん、HTTP の。ああ、なるほど。ここからってことですね。うん、そうそう。で、ライセンスは、CC by 4.0 with open OSM permission。それじゃ、その1個上。あ、はい。はい。で、アクセス権。で、任意のユーザー、まあ、任意、まあ、誰でもとか、ね、OK。はい。はい、で、もうこれでいいかな。これで保存で。OK。じゃあ、プロジェクターにアクセスで、プロジェクトページ開いてみて。できた。あ、すごい。下書きの字。ありがとうございます。はい、OK、お疲れ。はい、お疲れ様。OK はできた？あ、できました。OK。ハガは今どんな感じ？あ、結局トリムがどっちでもできなかったので、そこ飛ばして。うん、飛ばしてやった。作りました。はい。OK です。じゃあ、そのトリムがうまくいかなかったの、メッシュが多すぎたのかな。え、さっきの後、減らしても同じだった。減らしてない。減らしても同じでした。ちょっとまあ、それ、ちょっとやってみたんですけど。了解です。まあ、じゃあその場合は、なんだろうな、トリムが効かない。なるほど。サファリもクロームもダメだった。サファリとファイアフォックスがダメだった。ファイアダメだった。うん、はい。なんだろうな。Mac は OS はバージョンいくつ？あ。カタリーナ？ビッグサー？それよりも古い。古いかもしれない。古いかも。MacOS の画面左上の Apple アイコンからこの Mac についてっていうので、10点いくつなのか、まあ多分11点いくつ。10点ですね。10点。ああ、なるほど。ちょっと、そこ、やってないです。10点いくつ ?10.146。10.14。10.14ってなんだっけ、OS の名前でなんて書いてたっけ、モジャベ。モジャベ。なるほど。モハベってことか。モハベ。2018年か。ちょっと古いな。もしかしたら OS かもしれない。うん、まあ、それは、いつ頃買ったマシン？これは、3年前ですかね。じゃあ、多分カタリナぐらいまで上げても全然多分トラブらないと思うけどな。なので、まあ、どっかのタイミングでカタリナとかに上げとくと、まあ、うん、といいかもぐらいな感じだけど、はい、了解です。モハブで。まあ、ちょっと技術的に解決するかどうかちょっと調べてみるけど。私もちょっと早々にアップデートを。のサファリと、ファイアフォックスで。で、トリンダー。OK。はい。なんか全体として質問ありますか？あ、先生、この後ちょっといいですか？はいよ。お願いします。はい。なので、とりあえずあとだから、ユースマッパーズのテンプレだけ作っとくといいよね。なので、こんな感じでテンプレにしようみたいなので、日本語と英語のテンプレ作って、ペペって貼って、すぐにプロジェクトが立てられるようにしとくっていうことと、あと、やっぱり結構丁寧にインストラクションとか書いておいてあげると手伝ってくれる人たちが分かりやすいっていう、そこの丁寧加減っていうのが結構状況によって違ってくるので、特に、マークダウンで、アニメーション GIF とかでこう動画を埋め込むような感じにしておくと、多分素人でもそれなりに、あ、ここをこうやればいいのねみたいなのが分かるので、とかその辺の、ディスクリプションとかインストラクションの説明文を、何かあったときすぐに使い回しできるようにテンプレを作るっていうのはちょっと次の課題ってことかな。はい。です。じゃあちょっと時間もオーバーしちゃったので、一旦ここまでで、まあ動画は後で共有するとして、テンプレ、次回は、マップイズ AI アナリティクス、そうだな。次回 OSM アナリティクスとかこの辺、Map with AI とかやろうって話をしてたので、その辺をやろうかな。プラス、さっきのテンプレートもちょっと固めとけばいいかな。
です。はい。じゃあ、ヒガロ。はい。です。え、どうしますか？一回ズーム切りますか？あ、え、プライベートに話した。あ、はい。あ、了解です。じゃあ、逆にみんなに抜けてもらえばいいんじゃない？じゃあ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。はいはい。あ、すみません。ちょっと待って、ちょっとレコーディングを止めればいい。レコーディング止める。いや、最初は。